3度目の緊急事態宣言という重苦しさに覆われた東京、渋谷です。お客さんからもこう言われることが増えました。あなたが乗ったタクシーのドライバーさんもきっと笑顔の裏に言葉にならない思いを抱えています。こちらの京子さんもその一人、訳あってシングルマザーです。